ジョフレー・コンドグビアは、フランスヌブール出身のサッカー選手。ラリーが、アトレティコ・マドリード所属。ポジションは MF。元フランス代表。中央アフリカ代表。2004年から、フランスのランスのユースチームに所属し、2008から09、シーズンは、ラファエル・バラーヌやトルガン・アザールと共に、U、U-16 チームでプレーし、この世代の全国リーグで優勝した。 2010年4月11日、ランスと4年のプロ契約を結ぶと、2010から2011シーズンからシニアチームでトレーニングに参加しリーグ戦でもベンチ入りを果たした。2010年11月21日、オリンピックリオン戦でプロデビューを果たした。2011から12シーズンはチームが降格したため、リーグでで過ごした。2012年4月13日、 トゥール FC 戦でゴールを決めた。2012年7月24日、スペインのセビージャ FC に5年契約で移籍した。9月15日、レアルマドリード戦で途中出場し、リーがクラブデビューした。2013年1月28日、グラナダとのダービー戦でゴールを決め、勝利を収めた。移籍少年度ながら、リーグ戦31試合に出場するなど、評価を高め、 レアルマドリードやユベントスといった競合が獲得に興味を示した。2013年8月28日、2000万ユーロの移籍金でリーグアン昇格組のモナコに5年契約で移籍した。1年目は26試合に出場し、1ゴールを記録し、クラブのリーグ準優勝、10年ぶりの UEFA チャンピオンズリーグ復帰に貢献した。 二年目の2014から15シーズンもリーグ戦2 3試合に出場し、リーグ3位に貢献。UEFA チャンピオンズリーグでは2015年2月25日に行われたアーセナルとのラウンド16、ファーストレグではゴールを決め、チームのベスト8進出に貢献した。2015年6月22日、インテルミラノに移籍金は3500万ユーロ、5年契約で移籍した。 背番号は7番。2016年2月14日、フィオレンティーナ戦で審判を皮に食って拍手したことで、退場処分を受け、2試合の出場禁止処分を受けた。2017年8月21日、バレンシア CFA1 年間のレンタル遺跡が発表された。この契約はトレード遺跡で、バレンシアからはジョアン・カンセロがインテル・ミラノに遺跡した。 8月27日、レアルマドリード戦でに、フル出場し、クラブデビュー、クラブ初ゴールを決めた。2018年5月24日、バレンシアは、買い取りオプションを行使し、4年契約を締結した。2020年10月中旬、アトレティコマドリードからの、関心が伝えられると、怪我を理由に練習に参加を拒否した。夏の移籍史上最終日に決定したトーマスパーテイの、 アーセナル FC 移籍に伴う特例をアトレティコ・マドリードが活用し、2020年11月3日、アトレティコに4年契約で移籍した。11月7日、カディス CF 戦に途中出場し、クラブデビューした。フランス代表として2012年に UEFAU-19 欧州選手権に出場した。A 代表には、親善試合の時に主に招集され、 出場していたが、ポール・ポグ・バラとの争いに敗れる形で、2015年以降は、未招集となり、2018年10月に、中央アフリカ代表に倶楽した。兄のエヴァンス・コンドグビア、いとこのハビブ・ハビブも、中央アフリカ代表のサッカー選手。クラブ代表フランス代表国際 A マッチ5試合0、得点中央アフリカ代表国際 A マッチ8試合1得点。ありがとうございます。